面積比パート2です。今回はですね、台形について考えます。上底の過程が平方である台形を考える。台形の対角線をこうやってね、引いて領域を4つに分割します。上底と過程の長さが2対3かかっていた時に、当然この上のちっちゃい三角形とね、下の、でっかい三角形というのはこことここ等しいですね。三角で等しい、こことここ三角で等しいので、相似になる。上の方の、ね、面積が相似比が2対3になっているので、面積比は2の2乗と、3の2乗の比になっているはず。そして上の三角形とこのでかい小さい三角形とこのでかい三角形、これはですね、相似になっているので、対応する線分比が相似比に等しい、2対3なら答えは2対3になっている。そしてこういう質問に、なんか図形三角形できますけど、これちょっと思い出してほしいのが、等積変形っていうのがありました。底辺に平行な平行線に沿って頂点をこうやって横に動かしても、右にってこっち側に持ってきちゃっても面積は変わらない。 P を見まして、底辺の長さを、ね、固定してやっても右にってこっちに持ってきても面積変わらない。等積変形、なぜならば高さが一定だからね。高さを共有する三角形が、まあ底辺の長さとして高さ同じだから面積からね、この等積変形の話。等積変形で、まあ、面積は頂点のこの平行移動で不変変わらないっていうのはいいんだけど、それに付随して分かることとして、例えばですね、この面積とこの面積が等しい、これ平行だったらね。ということは、こことここから共通部分をくり抜いた残りの面積も等しいので、こことここは、これは平行だったら等しくなると。今ね、こういう台形を考えてて、上底と下底が平行になっているから、この面積とこの面積は平行で、等しくなければならない。それですね、この面積、この面積のと、まあ、面積って分かっている、まあ、三角形の面積を出したいんだけど、これですね、このこいつとこの緑の三角形とこのオレンジの三角形を考えます。今この2つのオレンジと緑の三角形、まあ、高さを、ね、共有する三角形なので、底辺の比に面積が分かれるはずなので、2対3になってるよ。ということはこの緑の三角形の面積を2分の3倍すれば、この面積、こいつの面積が出るってことだね。2分の3倍今面積を比で表して読んだんだから、このオレンジ色の部分の面積は比で言って 4×2 分の3倍になってないといけない。すなわちこのオレンジ色の部分は面積を比で表すと6になってないといけない。でこの等積変形の原理は、ね、こっちの面積も6です。じゃあこれ何か気づいたでしょうか。2と3をかけて6になる。2を平方して4、3を平方して9で、ここでまとめておきましょう。これは意外と知っておくと便利。台形があってですね、上底と過程が平行であって、この台形の対角線を見るのに
って、で、その料金が明確されたとする。で、上庭の長さ、それから家庭の長さが分かっているならば、これらの4つの領域の面積比は、A の状態で A 対 B の状になっている。まあ、これは覚えておくと非常に便利です。